こんにちは、咲です。本日はですね、先週に引き続き、えパ・リーグの雑談をしたいなと思います。はい、えー。今回はですね、金曜日試合開始前時点で撮影をしております。なので、今日の試合に関しては反映できておりません。はい。でですね、今回はパ・リーグなんですけれども、えー、1位から見ていきましょう。まずはソフトバンクからです。 で今、順位表的にはソフトバンクが1位で、2位タイが西武と楽天という形になります。で、これから3連戦、ソフトバンク対西武、メットライフドームで行われます。まあ、どちらのチームも苦しい状況であることは間違いないんですが、まあ、あのー、ソフトバンクホークスに関しては、正直、思ってたより苦しい感じですよね。まあ、怪我人。 出始めていることもありますし千賀選手がまさかの形で怪我そして東山選手も登板が少し遅れること、えー、高橋嶺選手の絶不調和田選手がさすが石川修太選手もさすがではあるんですが。 まあちょっと武田選手がね、良い投球はありますが、もう少し期待したい部分はあるんですよね。まあどうしても、あのカーブを取ってもらえないとき、まあ不運な形の安打が続いた木曜日の試合でよく粘ってくれたといえばそうなんですけど、もう少しやはり引き出しがあった選手なので、もう一段階上を期待したいところはあります。まあ復活を見せたいシーズンでよくはなってきてはいる分、もう少し、 上げていってほしいところ。ただ、先発に関して、高橋麗選手を落とせない状況で、武田選手、和田選手、石川選手、和谷選手の4枚。で、松本選手が先日、ショートスターター的な起用で、結果を残してくれましたので、ここに入ってくると思います。まあ、レイマルティネスが入ってくるまで、どれだけ粘れるかどうかっていうのが、今シーズンの、まずは先発で乗り越えないといけない壁かなと思います。 はい。で、えー、中継ぎに関してなんですが、今ですね、泉選手が絶好調。えー、今シーズンは、まあ森選手が9回、8回モイネロっていう形をもう形成できてるんですけど、森選手が、えー、まさかというか、まあ少し心配な形で今は登板を見送られています。まあ左肘に、 まあ炎症というかウイルスなのかちょっと分からないんですが腫れがあるそうで、まあ、そこが少し心配なところで、えー、9回思い寝ろうとしてで8回以前なんですが岩崎選手加山選手津り選手泉選手らを右左で回していますまあ当初は杉山選手がセットアッパー的だったんですけどどうしても四死球が、まあ、イニングの4.1回より多い11四死球、まあ、6三振と三振を奪えていて左率は0割7分7厘なんですがまあどうしてもこの圧倒的出力が 上の請求難まあここをね 無理やり直せというのは無理な話ですし、杉山選手からストレートを取ってしまえば、まあ、ほとんど武器がなくなってしまうわけで、まあ、その中でどれだけこの指揮を出しながら三振を取れるか、まあ、こういうところが今大事な部分では若干、信頼度的には低くなっているのかなと思います。まあ、ただビハインドで、えー、タウラ選手や高橋純平選手らを起用という形になっていますが、中継ぎの層はやはり厚いですよね。で、今シーズンやはり、つもり選手と泉選手の序列が上がっているなと言いますか、まあ、特につもり選手は、基本はストレートになるんで 奪三振率12.15、まあ、あサイドハンドで151キロを普通に出してくるあの出力はすごいなと思いますで岩崎選手も、えー、ロッテ戦では2打もありましたが出力そしてフォークは圧倒的ですし基本的に岩崎選手、津森選手泉選手、香山選手を回す、まあ、もう少し1インニング、まあ、預けてもいいんじゃないかなと思ってしまう部分はありますし刻んだ系統というのがこの森選手がいない今でも続くというのは心配なところではありますがホ、まあ、ークスのそう考えるとさすがかなと思いますで2軍で、えー マルティネス、レイが合流してでその後と坂東選手も今短いニングから投げ始められていますで坂東選手、レイ、マルティネスそして東山選手らが帰ってくること甲斐、まあ、野選手の情報があまりありませんし、まあ、心配の部分はあるんですが十分中継ぎ陣先発陣再編の可能性というのは全然あるんじゃないかなと思っております、まあ、ただ大竹選手が苦しかったり計算外の部分があることは間違いないかなと思います野手なんですが基本的に今のラインナップ、まあ、このままでいくでしょう はいでバレンティンが、えー、少し出遅れというか、この外国人選手来日事情の中で遅れてきていて、1軍の出場もかなり見送られるかなと思います、ま2、あ、軍でしっかり結果を残してからという形になると思いますが、1軍の選手層というのはさすがなところ、まあ、少し心配なのは、中村晃選手が今、1割8分8厘、2、2塁打、7打点。 えー、出塁率も2割3分3厘ですし、OPS も4割5分、得点権も2割1分1厘。柳田選手は OPS は7割4分2厘ではありますが、得点権1割2分5厘で、出塁率も2割9分9厘、打率も2割2分9厘です。 でシュート選手も2割1分7人で、えー、出塁率も2割6分。投入も3で、得点圏は1割3分3人。なかなか出塁ができていなかったり。まあチーム全体で攻撃力というところは、まあ今シーズンこのメンバーでいくとは思いますが、なかなか率が上がってこないメンバーも多いんですよね。今宮選手も守備で素晴らしいプレーはあるんですが、打率は1割6分。牧原選手もヒットはありません。 はいまあ、松田選手がある程度出塁率も稼げていたり、えー、グラシアル、栗原選手が好調だったり大打陣に川島選手、長谷川選手が控えている、まあ、こういうところは大変強力ではあるんですが、まあ、もう少しチーム全体で乗っていくことを期待したいなと思っております。はい で、まあ守備に関しては、本当にホークス、硬いなという印象がありますし、まあ、今の段階でね、指標を見てもあまり意味はないと思いますが、まあ本当に、研修という印象が強いです。まぁ、あ、ただ、周東選手がまだ3盗塁ということもありますし、全体的に盗塁というところはまだまだですが、グラシアルラ含め、走塁意識というところはさすがの一言。まああまり心配するところはないかなとは思いますが、全体的に少しズが良い打撃陣、そして投手陣も先発含め、不安な部分もある現状でございます。そして、西武ライオンズ。 先日、えー、二軍事情等についてお話ししましたので、手短にお話をさせていただければと思います。少しデータを見ながらお話をさせていただくんですけれども、まず先発防御率なんですが、3.58で、リーグ順位的には1、2、3、4位と、まあ平均的なんですよね。まあ、ただもちろん QS 率31.25%。まぁ、あ、これは結構致命的すぎる課題ではあります。まあ、現状先発投手に関しては、もう変わりがいないんですよね。 基本的には高橋光の選手がエースになってもらって松本選手、平井選手、浜谷選手、今井選手そして上間選手という形になります。 で、松本選手に関しては昨年と正直あまり内容が変わらず、ストレートがかからない時の四死球連発、そしてツーアウトというところからの四死球からの失点、左、ま、打、あ、率に関しては2割8厘なんですが、イニング14に対して14四死球で、今井達也選手に関しては16イニングに対して四死球が18、まあ見てる方からするとイライラする部分はあると思いますが、今井選手、今シーズン非常にバランス良くなってると思うんですよね。ストレートがばらつくことはあるんですが、変化球はやはりもともと一級品のものがありますので、ストレートのスピードで相手を まあ,ある程度、押せていてで変化球で空振りも取る、まあ、四死球はかなり多いんですが、まあ、ピンチでもなんとか粘れている打、まあ、たれて取るという統計もありますが防御率 1.699S1、まあ、この数字は西武の先発の中ではかなり優秀です。はい で、今のところ日本柱になっているのが高橋選手と平井選手。平井選手、先発になってからかなり三振も奪えていて、スライダーが素晴らしいんですよね。もちろん被安打も多いんですが、四死球から崩れないというのが素晴らしく、まあ、フォーク、スライダーもしっかり使えていますし、右、左に対してどちらもある程度勝負できている。まあ、今の段階として、先発選考としては十分というか、かなり満点に近いんじゃないかなと思います。で、浜谷選手に関しては、どうしてもツーストライクから、えー、松本選手同様、空振りを取る変化球がなく、ストレートを中心 になってしまう。そこを狙いをたれてしまったりまあ、粘られて早い回で勾配になってしまうまあ。こういう課題が続く中で、1軍で起用せざるを得ないというのが、やはり課題が続く部分があります。本当に今シーズンも先発。2軍も含めて戸上選手が中継ぎとして昇格した。以上。 えー、の田選手も今、登板が空いていますし、かなり育成中心のメンバーなんですよね。渡辺選手や、えー、先日は大久保選手、そして大曲選手ら、もう基本的に育成中心になっているので、もうこのメンバーで戦ってもらうしかありません。で、上山選手に関しては、楽天戦、非常にいい内容だったと思います。まあ、持ち味の進化はあまり使ってなかった印象もありますが、えー、基本レーダーにいながら、ある程度試合を作ってくれました。これから課題も見えてくるシーズンだと思います。まあ、今は登板感覚の関係で抹消となっていますが、次の登板も期待したいなと思います。 で中継ぎ陣に関しては今シーズンさすがでございます、えー、増田選手、平選手はもう文句のつけようがないただ、えー、佐野選手が今、防御率は0.00なんですが。 左利きに関しては3割4厘と、まあ、若干防御率詐欺的な部分はあります、まあ、それでもビハインドである程度ズルズルいかない打たれ始めてからもズルズルいかない、まあ、彼をワンポイント的に起用するのは正直もう個人的には大反対ではありますが今小川選手がいない中、えー、佐野選手がいなかったら左一番手って竹熊選手か吉川光雄選手なんですよね、まあ、その現状でかなり貴重な存在ではあります はい、でただ今シーズン宮川選手、まあ、かなり四死球からの失点、まあ、被打率は1割5分ではあるんですが今シーズン、非決し的に登板することが多いながら四死球は7なんですよね6イニングに対してで四死球からピンチを作って、まあ、自分でなんとか尻拭いはしてくれるんですが、まあ、昨年ほどの安定感はありませんでギャレットに関して当初は不安だったんですが先日は三者連続三振など、まあ、三振もしっかり奪えていますしストレートだいぶ強くなってきたと思います はい、まあ心配はあまりいらないと思っていてで今シーズン伊藤翔選手がビハインド中心あの試合の立て直しというところでかなり、えー、投げてくれています三振を奪えている部分はありますが四死球は目立ちますまあその中でもなんとか打たれて取ってるような打球は多いんですがストライクゾーンである程度勝負はできていると思うんですよねどうしてもゾーン内勝負の変化球というのは課題なんですが これまでよりかなりストライクゾーンで勝負ができていて、まあ期待もしていいシーズンかなと思います。まずはビハインドという形になると思いますし、昨年の田村選手や一昨年の佐野選手というような活躍期待したいなと思います。で、勝ちパターンと勝ちパターン以外の中継ぎの差というのは今シーズンもかなり顕著なところ。まあこれはどうしても拭えない部分があるんじゃないかなと思います。で、打撃陣。うーん、まあよくこれで勝ってるなっていう個人的な感想です。打率2割2分8輪という数字は、 まあこれでも意外とリーグでは4位なのか、そっか、本塁打13というのもリーグ、まあうん、3位タイにはなってます。で、OPS6 割5分3厘も一応リーグ4位ではあるんですよね。で、得点圏打率2割2分8厘がリーグワースト。まあ、ランナー1塁2塁までは作るんですけど、そこからが本当に得点が取れない。で、先日あった、今現状最も期待できるバッターのウー・ネンティン選手とアイト選手のところで、ウー選手にバウントさせる。もうこれだけはやめてほしいなと思います。正直そこで ねえ、ランナー一塁。ノーアウトランナー一塁で、ウー選手にバントをさせて、愛イ選手が申告権。で、その次が、西川真奈江選手と、今シーズンまだヒットがないんですよね。 まあ、好調な部分はありますし、いい打球はあるんですけど、まだヒットがないバッターの前で、一番期待できるバッターをバントさせて、えー、愛斗選手が申告権まあ、これは本当に避けてほしい。こういうところはなるべく避けてほしいなと思いますが、まあ、あの、辻監督も再配の中で、まあ、反省する部分があったとのことで、今後は期待したいなと思います。まあ、盗塁失敗も多いんですが、盗塁21位というのはリーグ、ぶっちぎりトップでございます。はい。 まあ細かい野球というところでなんとか今は点を取っていかないといけない、まあ、これもある程度良いところはあるのかなと思います、まあ、チームの中では今、アイト選手で、ウー・ネンティン選手、まあ、この2人がもう基本的に今のコアになっておりますアイト選手が今3割6分4厘で3本塁打6打点そしてウー・ネンティン選手が2割8分9厘2本塁打12打点 得点圏打率が非常に高くて4割2分9厘なんですよね。で OPS が9割3分9厘。もちろん長打が打てるとてこともありますが彼の一番の持ち味はずっとファームから言ってますが100球眼です。これが非常にいいので大崩れしないんですよね。 まあこれがまだ私がずっとウー選手を使ってくれって言い続けた理由なんですけど、まあ、こういうところが今1軍でも見せられているこれは本当に素晴らしいなと思いますし今後も期待したいで栗山選手が金曜日に2軍で実戦復帰するとのことです、まあ、今そのファームの実戦復帰の前なので今のところまだその試合を見てはいませんが1軍選手が少しずつ戻ってき始めるそして外国人選手が帰ってきますで先日あのどれだけ離脱者が出ているかという動画をお話ししたんですけれどもその中からブランドン選手が二軍 で実戦復帰していて栗山選手そして山川選手も打撃練習を再開していますでスパンジェンバーグメヒアがそろそろ帰ってきます、まあ、内野手の数的には、まあ、少しずつ揃ってきますし早く渡辺選手をファームに落としてあげてほしいなと思います 一本出ましたが、明らかに壁にぶつかっている印象もありますし、守備でも苦しい部分があります。で、なかなかこれから打席も減ってくると思うんですよね。なので、まずは2軍でしっかりと打席に立つためにも、まあ、そのためにも山田選手や佐藤隆選手、彼らが壁になってもらわないといけないかなと思っております。はい。 で内野手不足に関してセカンドはかなり課題ではありますが、まあ、スパンジェンバーグが戻ってくるまで、まあ、彼はもともと本職セカンドでもありますのでこれからスパンジェンバーグセカンドという形もあるのかなと思っております。はい、で続いて楽天ですね 楽天はですね、えー、今シーズン、まあ、優勝候補と言われながら、少しずつ計算外の部分が出始めています。チーム防御率に関しては3.41、先発も3.41、中継ぎも3.41と、まさかのどちらも一勝という形です。で、QS 率61%がリーグに、オリックスに次ぐ形になっております。はい、まあ、総合力は本当に高いんですよね、このチーム。あのホームランが全然打たれていなくて、四死球もそこまで多くはありません。 まただ、それでも防御率が多いというのは、つながれてしまっている。得点圏で粘れていないというのはあります。はい。で、えー、先発投手に関しては、ラインナップは大変強力なんですよね。田中正弘選手がまだ登板ができていませんが、そろそろ登板があるとのこと。ただ、岸選手、乗本選手、涌井選手が現段階で3試合で全て防御率は1点台。で、早川選手も3試合で防御率は2.55。順調すぎるんです。この3人が中心で。 はい、まあ、ユ選手がちょっとね、苦しかったり、竹中選手も、西ブ戦では素晴らしいピッチングだったんですが、まあ、それ以降が少しね、不安だったり、まあ、まだまだローテーション確定というわけではないかなと思います。ただもう、岸選手、野本選手、涌井選手がいて、田中選手が入ってくると、まあ、相当盤石というか、なかなか連敗はしないんじゃないかなと思います。なかなか援護に恵まれない試合もあるかなとは思っています。まあ、ただそれでも四死球少なくこれだけ抑えられてるというのは、もう今のところ、ほぼ文句のつけはないかなと思います。なので、やはり田中選手、早川選手も今のところ順調です。あとは竹中選手の安定感というと とところかなと思っておりますでファームで先日藤井選手が非常にいい先発内容でした少し苦しんでいた部分はあるんですがあの知り上がりに上げてきた内容を考えると、まあ、今は十分先発候補の一人とも言っていいんじゃないかなと思います。 で中継ぎ陣に関しては今、松井選手が抑えに入っていて、牧田選手、酒井選手、孫チャーえーら中継ぎ陣で勝利の方程式、でもモップアップ的に福山選手や引き締め的に渡辺優輝選手、先日鶴崎選手がピンチを招いた段階で渡辺優輝選手が引き締めできず大量失点という形もありました、まあ。もちろん B チームリリーフというところはまだまだ模索が続いていくとは思いますし、現段階ですでに中継ぎ選手も多く使っております。そ、まあ、それれででも西口選手がビハインドである程度戦力になっってくれそうだったり、えー がいないな中である程度回せてるとも言えるんですよねはいまあ松井選手も四死球はあったんですが脱三振はさすがですし今のところセーブも稼げていますまあ孫チャーホー酒井選手渡辺選手牧田選手基本的にはこの4人をなんとか使って、えー、松井選手につないでいくというある程度形は見えてきてるかなと思いますはいで野手に関しては正直心配でございますロッテ戦で苦しかったようにどうしてもこの模擬選手の休養から チームが勝てないまあそれはね3割4分9厘4本塁打3二塁打13打点でこの選手が抜ければそりゃあ、ね、失速しちゃいますよねもう今年も結局これなんですよ模擬選手がいるかいないかうんこれはねちょっとどうしてももう出せないと思いますまあそりゃこんだけ打ったらそうなりますでえー、基本的にはですね辰巳選手が今絶好調なんですよ まあ少しね、あのピークではないにしても3割2分4厘、5本類だ、5二類だ、12打点。まあオープン戦から素晴らしかったですが、その彼が1番から今は5番になっています。まあ本来、えー、浅村選手の後ろに茂木選手がある程度ドカッと座ってくれていて、辰巳選手が3番などになってくれればいいんですが、まあこの左打者が多い中で、鈴木大地選手が2割1分5厘で、浅村選手も3割3分9厘なんですが、あまり勝負をされていなかったり、 まあ正直、彼さえ死球で出してしまえばなんとかなるんですよねで小深田選手もあの率自体は非常に高いんですが全体の長打力ホームランが心配されていた中で模擬選手、角選手で9ホームランそして太田選手もすでに3ホームー放ってるんですよね、まあ、チーム全体数字で見るとかなり良いんです、まあ、ただどうしても模擬選手がいないとやはり波が激しい 運用として右打者が苦しかったり、まあ、渡辺義明選手、村林選手といったところで、ちょっと、ね、計算外なところはもちろんあります。田中和樹選手が0割4分2厘、横尾選手が1割7分1厘、渡辺義明選手が1割9分2厘、村林選手も1割6分7厘、小郷選手も2本目を放ちながら1割6分7厘、はい、コアは強力なんですが、それ以外が苦しかったり、鈴木大地選手の不調。 もともと言われていたホームランの課題長打力の課題というところは正直想定以上ではあるんですがつながらない時につながらない四死球を今年多く取る本当にいやらしい打線という形でお話をさせていただいてて QS できそうなところまではくんですがそこまで球数をかさませるというか粘って粘ってというか見ていって四死球を取って、まあ、QS 直前ぐらいまで行ったところで 一振りで打っていく。茂木選手がいればそれができているのが楽天打線。ただ、茂木選手がいないとそこのあと一本が出ずに、まあ、なかなか守備走塁でも荒いプレーが目立ってしまう。そういうところが出てしまっていて、ロッテ戦で負け越しだったり、チュンに慣れてはいない。当初素晴らしいスタートながら、まあ、今の段階でそこまで心配するところはないと思いますが、打撃陣のムラというところは今シーズンも考えていかないポイントかなと思います。スティー カスティーヨディクソンに関しては2軍に合流しましたので1軍を待って1軍に入ってくるとさらに打撃陣強くなっていくんじゃないかなと思っております。はい、でそしてロッテですね、えー、ロッテに関しては先発陣の奮闘がすごいですね、まあ、先発防御率3.04でリーグ2位なんですけど救出率50%で先発がとにかく試合を壊さないという印象が強いんです。 で先発選手が今はですね、三馬選手、二木選手、鈴木選手、小島選手、岩下選手、そして本前選手に代わって石川歩夢選手という形になっております。まあ、どうしてもね、あのー、ラインナップ的に知らないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、この鈴木翔太選手というルーキーが半端ない奪三振能力なんですよ。もともとキレのある変化球もありますが、ストレートがとにかく強い。 このストレートとスライダー、もうこの2つだけでも三振を取れるんじゃないかっていうぐらい、まあ、四球はあるんですが、本当にヒットを打たれづらい、まだ左1割1分1厘なんですよね。で、三振今のところ24。どちらでも空振りが取れるの本当にいいピッチャーなので、まあ、彼が1年目からいきなりこうやってサワンで、ロッテのローテーションに入ってくれてるっていうのは大きく、美馬選手、石川 M 選手っていうのはもうさすが。まあ、石川選手出遅れですが、もう、 1>, 1回目の登板1軍登板で7回で7回1失点かな非常にいい内容だったんですよねで今シーズン小島選手も立ち上がりの課題はありつつも先日は良かったり3試合で2球 S はいでですね 先発投手の本当に貢献度っていうのが素晴らしいなと思いますし、まあ、防御率的にまず2.51、2.84、2.12、3.50、2.12、1.29。まあ、この数字だけ見ても素晴らしいなとは思いますが、本当に試合を壊さない。これが昨年からロッテの強みかなと思います。まあ、どんな展開になっても基本的に接戦に持ち込めるというのが本当にロッテの素晴らしいところだと思っていますし、大変羨ましいです。まあ、そして若手と中堅でバランスも取れていますし、その中にさらに若手が入ってきました。うん バランスがいい。羨ましい限りです。で、中継ぎなんですが、 こちらはですね、今シーズン少し不安なところでして、昨年は増田選手、ハーマン、唐川選手といった7、8、9に加えて、ビハインドから小野選手、そして接戦でも投げられるという形になってきているんですよ。ただそれで、増田選手が当初不安だったり、ハーマンも調整が遅れていた、そして小野選手が三振は奪えてはいたんですが、とにかく四死球が続いてしまって、ビハインドでも抑えられなかったり、苦しいピッチングが続き、抹消となってしまっています。その中で少し点差が空いた時に、河村選手や土井選手、早い回で先発が降りた時に、 ロングリリーフとしてて佐々木千早選手が入っていますさらに先日昇格した東條選手らが今タイミングワンポイントになってきていますがやはり左ピッチャーがいないんですよねなので、えー、タイミングワンポイントで東條選手が入った後左に対して田中康弘選手が投入されるというような、えー、起用もあります まあ、ここ全員右なので、正直あまり意味ないんじゃないかと思うかもしれないんですが、まあ正直東条選手からすると、まあ本当に右ワンポイントなんだなっていう感じがしてしまうかなと思います。で、唐川選手が今、9試合で8.2回、7ホールドポイント、防御率0.00。まあ当初はね、ピンチを作る場面もあって、なんでこれで打たれてないんだっていう感じもあったんですが、戻してきているかなと思いますし、ドアッパーとして今最も結果が出ているのは唐川選手かなと思います。 で、比較的に今シーズンは田中康弘選手、そして増田選手、ハーマンもまだ本調子ではないとは思いますが、ハーマンがだいぶ調子も戻してきたようにも見えます。で、増田選手が先日打たれてしまったり、どうしてもね、進化の精度というところが我々に見えない部分で、あのー、金属疲労も影響してるんじゃないかなと心配をしております。まあ、ただ彼を外すことはできませんので、信じるしかありません。もう今は中継ぎ陣に関しては信じましょう。それにつきます。 で今のところロッテ、あの攻撃力課題課題と言われてきたチームなんですが、チーム打率2割3分5厘でリーグ2位なんですよ。で、ホームランがリーグ1位タイなんですよ。これ、意外じゃないですか。OPS7 割1分9厘もリーグ1位なんですよ。はい、すごいですよね。もともとその見る力というか、昨年もある程度出塁をする力というのは高い評価を受けていましたが、今シーズンも出塁率3割3分5厘はリーグトップです。で、得点圏打率2割6分8厘、こちらもリーグトップ。うん、素晴らしいと思います。 まあ、なかなかロッテファンからすると打率がなかなか上がってこないという印象もあるかもしれないんですが全体で見るとかなり高い方なんですよね、まあ、投塁が9とそこまで多いわけではないですし、えー、チーム全体で細かい野球を多くやっている中で機動力をガンガン使っているかというとそうではないんですが、まあ、ギダもすべて成功で11で失策も今のところ4つでチーム全体でエラーもしなかったり本当にバランスが取れているというか細かい野球ができているなという印象があります まあ当初絶好調だった中村翔吾選手がさすがに冷えてきてしまっていますが、安田選手が2割1分5輪で2ホーマー、5、2塁打、15打点と打点を稼いでいます。で、マーティンがなんと7ホーマー、15打点。まあ、マーティンのおかげでホームランが伸びているといえばそうなんですが、まあ、こういう存在が今いるというのは楽しい限り。そして、レアードが2ホーマーを放ってくれていますし、まあ、彼が帰ってきたということで、チーム全体の迫力もかなり上がってきますし、 今打順の形はあるる程度見えてていいいんじゃないかなかと思いますそして今シーズン好調なのが藤岡選手開幕前かなり不振もあったり鳥谷選手に開幕ショートを譲りましたでその鳥谷選手も開幕時かなり調子は良かったんですがどうしても疲れが見えてきてしまったその中で藤岡選手が再び戻ってきて今は3割8分2厘1本塁打4二塁打で守備に関しても素晴らしいプレーが続いていたりやはり疲れが取れると彼の打撃力というのはかなり光るんじゃないかなと思います でまあ、山口選手がホームランも2本放っていたり1割7分2厘ではあるんですがチーム全体で四死球は取れていますしちょうどもう少しずつ増やすことができております、はい。打点で10打点以上稼いでいるのが安田選手、マーティン、中村選手。 はい、これだけ2桁打点を稼げれば、まあ、かなりチームとしては得点が上がっていきますよね。菅野選手がまだ調子が上がってこなかったり、荻野選手が2割2分5厘、藤原選手も1割8分8厘ではありますしまだまだチーム全体で攻撃力が安泰かと言われるとそうではありません。井上選手だってファームです。ただ、なんといってもファームが今13連勝中でございます。エッジバリアも入ってきて、打ち始めていて、ファームではアピールしている選手が多いんです。 日本ハムに対しては2勝1分け楽天に対して今月だけでは3勝1分けそして西武に対しては1勝2敗オリックスに対して1勝1敗1分けではありますがある程度順調な戦いはできているかなと思いますし、あのー、あとは本当に中継ぎ陣の復調を待つだけかなというふうに思っておりますそしてオリックスうんちょっとずつ厳しい戦いにはなってきている、まあ、やはりもやの怪我これが響いているかなと思います で、先発に関してなんですが、やはり山本選手、宮城選手は本当に強いですね。うん、先日はちょっとね、山本選手、苦しいピッチングはありましたが、防御率は1.59、もう完封も見せています、で、宮城選手が本当に素晴らしくて、3試合で3球 S、22回投げて21三振。 安定感もあるんですよね山岡選手が若干不安もあるんですがもうチーム全体で先発に関してはほぼ文句はありません今のところこの6人で固まっていますし先発防御率2.31休 s 率66.6%はリーグでぶっちぎっているんですよねただ援護率が2.90ともリーグ5位今年も先発の奮闘なくど,どれだけ野手で、まあ、盛り立てていけるというかどれだけ価値をつけてあげられるかという戦いになるかなと思いますもう先発に関してあまり言うことはありません はいまあ、2軍で山下俊平太選手が登板を始めていたりですね、あの希望はあります。 ただ黒木選手が怪我をしてしまったり、中継ぎ投手に関してはかなり不安なところもあります。今のところ、抑え起用の漆原選手、平野選手というところになると思いますが、もう誰が抑えかというのは今のところわからないんですよね。もともと開幕段階では抑えは漆原選手、バックアップ的に平野選手やヒギンス、そして左だったら山田信義選手という形かなと思っていたんですが、まあ漆原選手も当初不安なピッチングもあったり、三振が奪えてなかったり、そしても平野選手に、まあ、尻拭いじゃないですけど、あの要所を抑えてもらったりというと もありました。 今の段階で後ろが固まっていないというのは辛い部分がありますが、チーム全体でこの若返りというか再編をしているシーズンで、鈴木優選手がビハインド、そして平野選手がセットアップ、ヒゲンス、ウルシャーラ選手、平野選手、山田選手でセットアップ、引けし、抑え、これをどう流動的にやっていくかっていうのが、まず固められるかどうか。今のチーム防御率が4.50なんですよね、中継ぎに関しては。で、こちらがリーグで4位になっていて、まあ、ここをいかに早く固めるか。もう基本戦としてはウルシャーラ選手か平野選手を抑えとする。 すると思っていたんですが、まあ、なかなか固まらないんですよね。で、先日は少し点差が空いた状態で富山選手が登板してまあ、聞いてくれればよかったんですが、ま極ンダも多くて打たれてしまいました。はい、まあ、なかなか計算通りにはいかないと思いますし、オープン戦でアピールしていた中継ぎ事情まあ、そこほど、うまくはいっていないなという印象があります。 まあ先発が大変いいだけに昨年同様中継もまずは再編しないといけないオープン戦非常に仕上がりの良かった選手たちが多いので心配はしていますがこれから少しずつまとまってくれるんじゃないかなとは思っております で打撃陣に関してはオープン戦で絶好調だった佐野光大選手が今1割8分3人そして太田選手もなかなか調子が上がってきません、まあ、本来持ってるものは素晴らしいだけに少し苦しんでいるなという印象がありますただ紅林選手がここに来て2割4分4厘モえネルからヒットを打ったり打率を少しずつ上げてくることができていますえトン宮選手が3割2ホーマーそして吉田正尚選手が2割7分4厘2ホーマー2二塁打、えー、T 岡田選手が1割6分7厘なんですが 得点圏が今8割とヒットを多く放ってくれてはいるんです、うん、ただやはりモヤがいないとそして吉田正尚選手がまだ本調子ではないことそして期待されていた太田亮選手佐野紘大選手がまだ数字としては上げられていないことジョーンズも2割5厘、まあ、この現状ではなかなか得点力というのは望みづらい部分があります杉本選手中川選手伏見選手らも使われてはいますし中川選手が要所でヒットを出せてはいますが安定感というところそして とというところでははモヤラには劣ります。足立選手の存在も欠かせないですし大城選手の数字も今はいいんですが、まあ、こういう併用がどこまで通じるかどうしてもやはりモヤロメロを中心に打線で固めてほしいですしどうしてもこの最下位となっていて再編をしなきゃいけないチームの中で外国人枠が余っているこれは本当にもったいないなと改めて思ってしまいますはい。 当初出ていた失策、まあ、12で今、まあ、若いチームというか若手を使うというのはそういうことになります。まあ、それでどうしても、まっすぐ太田選手、クイスーー選手を変えろっていうのは僕は納得はいきませんし、もう今シーズンはそういうシーズンで使っていっていいと思うんですよね。まあ、全然そこはあの個人的に見ていっていいんじゃないかなと思っております。はい。で、日本ハム。うーん、きつい。池田選手が先日、移籍初勝利を挙げたり、オリックス戦で2連勝と中継ぎ陣を使って、 中継ぎ陣でまあ勝ちを取ったんですが、えー、3連投を避けて、杉浦選手から玉井選手にした、まあ、それは僕は全然理解できることだと思います。もともと杉浦選手の怪我力もありますし、まあ、いきなりね3連投を使ってもっていうところはあるんですが、その結果が少しね調子を戻してきたとはいえ、玉井選手っていうのは、それはそれでちょっとかわいそうだなと思うんですよね。 で、玉井選手に関しては、今シーズン手術明けで、なかなか調整も進んでいなかった中で無理やり1軍に上げた。その中で1軍でビハインドで使って失点が目立っていた。その後、なんとなく抑えてきてはいたんです。で、ホールドシチュエーションでもしっかり抑えてきてはいたんですが、その中でセットアッパーで使っていた。まあ、彼に関しても2連投なんですよね。 うんまあ、そこはどうだったんだろう、まあ、結果が出なかったからこう言われてしまう部分はあるんですけどどうしてもねちょっと玉井選手今は心配ですでチーム全体先発陣が思っていたより奮闘しているなという印象がありますはい、えー、日本ハムの成績を見ますと、はい、先発ですねで加藤選手が今シーズン非常に良い上沢選手が不安定なところもありますが伊藤選手と川野選手そして先日の内容で金子選手も非常に良かった うん、先発は思っていたよりいいですし、ここにアーリン、えー、バイヘーゲンが加わってくると、ある程度回ってくるんじゃないかなと思い始めています。まあ、特に伊藤選手は本当にもっともっと勝ちがついてほしい。彼の脱三振能力は本当にすごいです。もう完全に惚れた存在です。まあ、それでも、あのーえーと、いつの試合だったっけな、西武戦だっけ、いつかの時に、ア西武戦じゃないか、ソフトバンク戦かな。 あのベンチでうなだれてる姿あれは本当にかわいそうでかわいそうでたまらなかったです。 うん、非常に惚れたピッチャーです。で、池田選手もこれまでは不運に泣いてきてはいたんですが、やはりある程度試合を作ってくれます。河野選手や吉田選手らに勝ちはついていませんし、2軍で縦野選手も打たれ始めてしまいました。まあ、あとは外国人選手が来るまで、まあこういうラインナップで戦って、まあ加藤選手が今非常にいいアピールをしているというのが、思っていたというか想定外に良かったポイントかなと思っております。 ただ中継ぎ陣に関しては宮西選手、杉浦選手という後ろ以外でかなり苦しいかなと思います。で、堀選手も防御率的には7試合で2.08で、左打率も1割8割8厘とかなり持ち直してきてはいるんです。で、チーム全体で中継ぎ陣が不足している中で、こうやって火消し的な隅を抑えてくれる存在があのしっかり自分の力を出せるようになってきたというのは頼もしい限り。ただ玉井選手が苦しかったり、ビハインドの鈴木健也選手や福田傑選手、そして長谷川選手も抹消。井口選手が一軍に上がってから安定化 を見せてはいいままますすがが、ま、だ三振というとうころでで不安がありますで先発調整をしていた西村選手が中継ぎとして登板になってはいますがうーん、まあ、どうしてもこの1軍実績のある選手たち、まあ、彼らで何とかごまかしていくしかありません勝ちパターンは2人は固まっていますが、まあ、この2人までどうつないでいくか、まあ、今シーズンはそれがテーマになるんじゃないかなと思いますで打撃陣に関してはかなり厳しい12球団でも一番厳しいと言ってもいいんじゃないかなと思います うん、太田選手が2割、西川晴樹選手も1割8分5厘、渡辺選手が2割、中田選手も2割、近藤選手も2割3分5厘、ル、まあ、ー率は4割1分8厘とさすがではあるんですが、まあ、なかなか三振も増えてきてしまっていますし、チームで一番今打っているのが浅間選手という,ような状態なんですよね、で野村選手も、まあ、希望ではあったんですが、抹消、うん、得点圏打率もなかなか全体的に苦しかったり。 つながるビジョンがあまり見えないんですよね。オリックス戦では非常につながりがあったり、要所で1本を出せたり、浅間選手の攻守の躍動が引かれました。ただそれでもチーム全体の火力というところではかなり寂しいですし、ホームランも今のところ、高浜選手の1本と太田選手の1本で合計2本なんですよね。中日が騒がれているというか、私もかなり課題に思っているポイントではありますが、日本ハムの長打力不足もかなり顕著なんです。チーム打率2割1分、ホームラン2、OPS5 割8分8厘、まあ当然全てワーストなんです。 えまあ試合数の関係もありますが、まあこれではなかなか勝てないんですよね。盗塁中はリーグで2番目ではあるんですが、まあどうしてもやはり広い札幌ドームで長打力がないと勝てないんですよね。まあ失策8でリーグ3位、うん、まあそこまで少ないわけではないですし、代打成功率も1割4分8厘と高くはありません。いろんなメンバー、今いるメンバーでやりくりしていかないといけないわけですが、どうしても主軸まで打てなくなると、このチームは本当に厳しいです。 選選手と高浜選手、まあ、イースさんをずっと見ている私からするとこの2人の活躍というのは嬉しい限りではあるんですがチーム全体の火力は12球団でも今かなり苦しい方かなと思っております全体の雑談こんなところですはい、まあ、長々とお話しさせていただきました パリーグ全体とかは今シーズン全体的に打定なんですよね。リーグ全体で、えー、攻撃力というところ、昨年と比べて少し落ちているんじゃないかなと思います。まあ、特に先発の奮闘が目立つチーム。まあ、西武も平井選手、高橋光成ーー選手は本当に頑張ってるなっていう印象もありますし、これまでと違う戦い、予想よりも少し違う戦いがあるのかなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。